皆さんこんにちは。エルの酒井佳奈子です。そして占い師の暮の鳥さんです。どうもこんにちは。占い師の暮の鳥です。今日もまたよろしくお願いします、ね。よろしくお願いします。今回は2月の全体運を、ランキング形式で発表していきたいと思います。まずは暮の鳥さんのご紹介をさせていただきます。高校2年生の時に占いの世界にはまり、大阪南の占い館では19年間ナンバー1、メディアにも引っ張りだこの大人気占い師鳥さんこと暮の鳥さん、古今東西ありとあらゆる占いを極め、これまでの占いの常識を変えるガイダンスのようなメソッドを使った全く新しい鳥さん占いです。多様性に満ちた今の時代を楽しく生きるためのヒントを占っていただきます。はい、鳥さん、方数術とは一体何でしょうか。方数術、簡単に言うと新しいタイプの生命判断、お名前占いですね。お名前の画数の中に9種類の動物が住んでいるって考えましてね。なるほど、はい。ペンギンとかパンダとか、お名前をその動物に変えていく占いですね。なるほど。はい、方数術の動物タイプはエルのサイトからぜひ診断してみてください。ぜひお願いします。はい。それでは2月の全体運を、発表していきたいと思います。8位からの発表ですね。9種類の動物の中で第8位をちょっと発表させていただきます。はい、8位になるのはパンダの皆さんです。おー、パンダさん。はい。パンダさん、この2月早とちりしてちょっとトラブルを起こしちゃうかもしれないねみたいな、なんかちょっとね落ち着きがなくなっちゃうというか、浮き足立っちゃうような運勢みたいなのが来てるんですよ。ちょっと気が散りがちかなっていう流れは来るんですよね。だから悪く出ちゃうと、あ、約束の時間間違えた30分とか、あ、大事な鍵持ってくるの忘れてた、お家の玄関にとかちょっとそういう流れがありそうなので、はい、ちょっと準備を大切にすることで運をつかみましょうみたいなイメージなんですよね。じゃあいつもよりも時間のゆとりを持って準備をするとか、イメトレしてから出かけるとかね。かっこいいですね。そしてね、レザーのアイテムを何でもいいです。カバンでもいいし、アウターでもいい。ちょっとつけてみると運気が引き締まってよろしいかと思いますね。レザーなんですね。そうなんです。レザーの星がお守りですね。はい、引き締めて、じゃあパンダさん過ごしてください。はい。はい、7位の発表をさせていただきます。第7位は、龍の皆さんです。はい、龍の皆さん。龍の皆さん。はい。お金遣いが荒くなっています。ちょっとね、大きな買い物をしたくなっちゃう運気なんですよ。買い物はすごくいい。でもちょっとストレスで無駄買いも増えちゃいそうかなみたいな運気なんですよね。ストレス、それをお金を使って解消しちゃうみたいな。それがいい風にワークしますか？そうですね。いい風にって言った時に、そのお買い物のなんていうのかな、その動機にもよるんですよね。ストレスでバーンと使って快感を得ちゃうみたいな運気も入るから、そこだけ気をつけてくれたら、いいお品物と出会える運気は来ていますよね。なるほど。ということはストレスでわーって買うよりかも、ちょっと一歩引いて、それでも買おうって決めたら、購入したらハッピーになりますかね。その通りです。特にお化粧品を新調するとすごくいい運気がきますっていう出方ですね。自分も磨くと、そういうね、上手なお金の使い方を龍さんされてください。では全体運6位を。第6位の皆さんはツバメタイプの皆さんです。はい、ツバメさん。ツバメさんはね、直感力がすっごく冴え渡る1ヶ月になるんですね。例えばお友達の顔色がなんかいつもより悪いな、ちょっと話聞いてあげようかな。そうするとすっごくタイミングよくってめちゃくちゃ感謝されるとか、背の高い人から幸運を運んでもらえるような運勢っていうのも来てたりするんですよね。背の高い人、はい、その根拠なんですか？ここにね、木の絵といってこれ背の高い、大木の星っていうのが一緒に入ってきてるんです。これは男性女性問わないんですけども、ご自身よりちょっと背が高い方、そういった人が例えばハッピーなお知らせを持ってくるっていう感じなのでね。インフルエンサーとか芸能人とかでもスラッとした人いますよね。そういう人のを見ておくと幸せ情報が手に入るみたいな。背の高い方のすごい目印としてはいいですよね。わかりやすいかもしれないですね。確かに。知り合いじゃなくても、例えばこのインターネットとかスマートフォンからの背の高い人からの情報とかでも大丈夫ですか？そうです。そういう方でも背の高い方をちょっと追っかけておくと、さらに直感力が冴え渡ってラッキーを引き寄せられる感じになるでしょうね。あ、なるほど。はい、じゃあ背の高い方チェックですね。はい、第5位の発表です。第5位の皆さんはですね、鳳凰タイプの皆さんです。はい。この2月、すごく意志が強くなってくるんですね。だから普段だったら三日坊主でポイってやっちゃうようなことを長く頑張れる。で、皆さんもしかしてちょっとそろそろ体なまってきたんだよなとか思ってません？鳳凰の方、今月スポーツの星が来るので、ちょっとそういう習い事を始めてみたりとかいいんじゃないでしょうかね。意志の強さを持ってスタートできる。そうです。この星で見ると友人との運勢っていうのもすごくよく出てくるので、スポーツを習いに行く、友達ができる、盛り上がる、そして生き生きと元気になれる、相乗効果がありそうなんですよね。鳳凰さんいいですね。なんか新しいスタートの2月っていう風になりそうですね。この鳳凰タイプはズバリそうですね。切り替えの運になりそうです。じゃあスイッチの切り替えの2月ということで頑張ってください、鳳凰さん。では4位の発表です。第4位の皆さんはペンギンタイプです。はい、ペンギンさん。すごく勉強の星っていうのが入ってくるんです。忍術っていうんですけどね。これが学びを意味する星でして、おそらく皆さん。今年こそは資格取ってやるぞとか、先月ぐらいから思い出してませんかね。それがズバリ非常にうまくいく、そんな1ヶ月ですね。学びだったりとか、スポーツ始めるとか、他の動物さんもそうですけど、なんかこう切り替えになる2月って感じですかね。そうなんです。実はね、鳳凰数術では2月から新しい1年が始まるって考え方をするんです。旧暦とか関係あるんですか？よくご存知で、そうなんですよ。じゃあペンギンさんもなんかそういった新しい習い事だったりとか。おそらく勉強かな。あとね、目上の人とすごくうまくいく流れも来ているので。ちょっと苦手だった上司の人と距離が縮むとか、そんなこともあったりするんじゃないかな。大人の階段を一歩上がる感じですか。素敵ですね。そうですね。大人になって羽ばたきましょう。じゃあ2月新しいスタート始めてみてください。お祈りしてます。はい。はい、では3位の発表です。第3位の皆さんは。はい。イルカタイプです。イルカさん。はい。イルカタイプにはですね、グルメの星、趣味の星。愛され運の星、良さそう。そうなんです。すごく素敵な星がこの2月入ってくるんですね。で、結構ね、ゆとりができてくるかなと思うんですね。心に。だから忙しくてピリピリしそうな時でも、いや帰ったらあれがあるからみたいにイライラをちょっとこうね抜く考え方、柔軟性が入ってくる。マインドセットじゃないですけど、気持ちの切り替えっていうのが2月のタイミングでイルカさんできるんですかね。そうですね。なんか深く考えないっていうのはポイントになりそうですね。確かに確かに。考えても仕方のないことはポイッとやっちゃう。そういう柔軟さがね、イルカさんの運気が上がるきっかけになりそうです。いいアイデアというかね、2月そういう過ごし方をされるとなんかぐんぐん運気がね上がりそうですよね。上がりそうですね。はい、それでは。2位の発表です。第2位はですね、狐タイプの皆さんなんですね。狐さん。狐タイプの2月はなんか気品あふれるオーラの星が出てくるんですね。最近周りの人から言われません？なんか最近ちょっと落ち着いたよねとか、なんかシュッとしたねみたいな。関西弁なんですけどね、シュッとしたってね。シュッとしたね。はい。意味合いとしてはこうなんか落ち着いたとか気品があるとか、そんな星ですよね。狐さんってこうもともとこうクールな感じが特徴としてありますから、それがよく覚えていてくださって、さらにこう磨きがかかるっていう感じですか。その通りです。こう周りの人だったりからするとなんかこう。大人びた印象っていうのはもともと持たれやすいんですけども、それが輝くって感じでしょうか。それがこう長所にどん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 変化していくんですね。変化しています。責任感もアップしている感じなのでね。規則正しい生活なんかもしちゃおうなんて思えて、だから肌ツヤの調子も良くなってきたりなんかするでしょうね。一石二鳥ですね。はい。はい。2位は狐さんでした。はい。残すところは9位と。1位ですね。そうですね。じゃあちょっと残念なんだけど9位の発表からいかせてもらいましょうか。お願いします。ごめんねなんだけど、9位の動物はですね、クジャクタイプの皆さんです。クジャクさん。華やかなねクジャクさんなんですけども、このね2月は試練の星と呼ばれるものが入ってくるんですよね。正論を押し付けてきちゃう人と出会っちゃう運命っていうね。例えばちょっとポロッと愚痴を吐いたのに。10倍ぐらい正論でなんか諭してくる人っていません？嫌ですよね。もうそれがどうしたらいいですか。そういうね、嫌な星が入ってきてるから、あ、そんな時期なのかって思って、なるべくお外ではちょっと言わないようにする、弱めを、弱いところを、そういう風にすると正論で言ってくる人の隙を見せないで済むんですよね。隙を見せない。そうなんです。見せるとね、奴らはまあ論破しようとしてくる。やだ。学弱の皆さん、今月はちょっとね、弱みを見せないを頑張りつつ、具体的なお守りがあります。はい。ズバリ、ちょっぴりハンサムを目指してほしいんですよね。ハンサム。はい。男性女性どっちでも。じゃあちょっとクールというか、あれなんですかね。話さなくてもこう。自分のアティチュードで持っていくとか、そんな感じですか？その通りですね。メイクだとかでもちょっぴりかっこよい感じ、あるいはお洋服をちょっとシックな感じにする。ホワイト系のね、シャツだとかを着こなすとね、間は寄ってこない。白ってこう払う感じですか？清めるイメージです。お清めの、お清めのイメージ。むしろ弱いとこを見せない、キリッとした自分になることで、レベルアップはできるので、そんな1ヶ月だと思ってください。あ、いいですね。忍耐って。捉えると忍耐かもしれないですけど、自分を律して白いものを取ってこう自分を守って1ヶ月過ごすといいことが起きる。そうです。その通りです。ね、じゃあクジャクさん、2月頑張ってください。はい、では残すところ全体運1位ですね。はい、はい、お待たせしました。1位の方はラクダタイプの皆さん。おめでとうございます。いやー、もうね、すごくラッキーな運気なんです。すごく。どうラッキーかっていうとね、はい、お出かけしたいような気持ちが最初きっかけに生まれてくるんです。じゃあその気持ちに素直に従って出かけるといいんですか？その通り。フットワークを軽くすることで、今まで自分が知らなかったことを知ることができる。その知ったことで、あ、世界ってまだまだいろいろあるんだな、もっと楽しみたいな、好奇心がどんどん強まっていく。うまくいく、なんか運気はわーって広がる感じですね。プラスの雪だるまな感じですよね。雪だるま式にゴロゴロゴロみたいな。もうどんどん出歩いて、たくさんの人と交流して、たくさんの人と交流してほしいんですけど、特にこんな人です。少し年下の人物っていうのがラッキーパーソンなんですね。ラクダの皆さん、まあ若い人っていうのは自分よりも新しいことを知っているとか、あるいはジェネレーションギャップなんていう場合もありますけども、自分のちょっと価値観と違う価値観を持ってきたりしますよね。ああ、確かに。それがいわゆる好奇心を刺激してくれるっていうのがきっかけというか、原因というか。じゃあこの若い人たちの意見をなるほどって前向きにこう捉えていくと、運気がさらに広がる。その通りですね。異質なものを取り入れることが運気アップの秘訣って感じです。いい月になりますね、ラクダさん。はい、はい、1位ラクダさん、おめでとうございました。はい、全体運、2月の全体運をお届けしました。残る仕事運と恋愛運も占っていきますので、ぜひチェックしてみてください。この方数術の動物タイプはエルのサイトからも診断できますので、ぜひチェックしてみてください。そしてエルジャパンのチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、鳥さん、ありがとうございました。はい、坂井さんもありがとうございました。